この祇園囃子コンコンチキチンというのは4人で叩くわけですが、その前に2人音頭取りというのが立ちます。これは祇園囃子の矛の上に一番先頭のところに立って、まあ、上からのたすき1本でかぶりながら扇を持って指図して縁やらやと言って矛を押し出すわけですね。それの役割を果たしている音頭取りを慣れての縁起になりますが、音頭取りに合わせて鐘が叩いてくれます。そしてまたいろいろそこに趣向も出てまいります。そういったことをお楽しみいただけたらと思います。それじゃあ祇園囃子お願いします。